ウィリアムソン軍はアメリカ合衆国テキサス州の中央部に位置する軍である。西部は岩がちな地形と丘陵であるエドワーズ高原に東部は肥沃な農業用地になっている国土プレーリーとなっており、この2つの地域は週間高速道路35号線で大まかに分けられている。2010年国勢調査での人口は42万2679人であり、 2000年の249,967人から69.1%増加した。郡庁所在地はジョージタウン市であり、同郡で人口最大の都市はトラビス郡などにまたがっている州都オースティン市である。オースティンラウンドロック大都市圏に属しており、オースティン市はミルケン研究所から2009年の住みたい都市に指定された。 ウィリアムソン軍は1848年に設立され、軍名は初期開拓者でサンジャシンとの戦いに参加したロバート、マカルピン・ウィリアムソンにちなんで名付けられた。ウィリアムソンは子供の時の病気で右足が不自由になり、すねを太ももの後に上げて木製の義式をつけていたので、親しみを込めて三本足のウィリーとも呼ばれていた。クロービス文化の矢尻。 1> 約1万1200年前のものと推定されている、ウィリアムソン群となった地域の大半には、少なくとも1万1200年前に人類が住んでいた。最も初期のものは、更新予行期とされ、ベルグンで発見され研究が進んだ、ゴールド遺跡の出土物に基づき、紀元前9200年頃のクロービス文化に結びつけられている。近年でも最大級に、重要な発見は、 レアンダー近くで発見されたことから、レアンダーレディと呼ばれる古代人の骨格である。テキサス州交通省の労働者が新しい道路の土壌サンプルを掘っている時に偶然発見した。この遺跡は長年にわたって後半に調査され、出土品の放射性炭素年代測定から更新よ約1500年前のものとされた。前史時代や古代の宿営地跡は、 ラウンドロックのブラッシークリークやジョージタウンのサンガブリエル川など群内の水源沿いで見つかっている。それらの遺跡の多くはサンガブリエル川にダムが作られグランジャー湖ができた時に水没した。これら考古学的遺跡から焼かれた岩の貝塚から出てきた遺物や火打石に基づいて古代人の痕跡が大量に得られている。名前の知られている。 インディアン部族で初期のものはトンカワ族であり、火打ち石を使い、徒歩でバッファローを追った狩猟型部族であり、時には狩猟のためにプレーリーに火を放つことがあった。18世紀には馬を使うようになり、量的には限られるが、火器も使った。トンカワ族が白人に追い出された後に、コマンチ族が1860年代までは開拓者に対する襲撃を続けた。 イギリス系開拓者が入ってきた頃、他にも、カイオワ族、ヨジュアン族、タワコニ族、名愛族などがこの地域に住んでいた。ウィリアムソン軍の人口が急成長していることは、オースティン市のすぐ北に位置し、市が北方に急拡大しているのが大きな原因である。成長しているのは、住宅地区だが、雇用数の多いデルの国際本社などが郡内にある、ことで、単なる、 ベッドタウンから、食住接近のより活性化された社会に変わってきた。このことで、オースティンへの依存体質から、自給自足が他経済に大きく転換してきた。1999年から現在まで、ジョージタウンのライバリー、ラウンドロックのプレミアムアウトレットモール、イケア、ラフロンテラ複合施設など大型の商業開発も行われてきた。軍の成長には、 医療や高等教育の施設も大きな要因になっている。過去5年間で2つのカレッジと2つの病院が新しく開設された。もう一つの大きな要因は北環状有料道路1号線とテキサス州道45号線有料道路の開通であり、オースティン市との行き来が大きく改善された。三式成長要因の中でも最も重要な一つはジョージタウン市内に新しく、 サンシティの地域社会ができたことである。1995年にオープンした、この町は当初、サンシティジョージタウンと名付けられ、広さは5300エーカーの入場制限付き社会であり、週間高速道路の西約10マイル、アンダイス道路沿いにある。デルウェブ社が始めたサンシティチェーンの一つである。住人は55歳以上に制限され、退職者を施行したものである。 当初の計画では、ジョージタウンの人口を2倍にする予定だった。住居は大半が一戸建てだが、集合住宅もある。町の中には、ゴルフコースが3つある。住人は、テキサス州の全体から来ているが、元々の住所に近いものが多い。町の地区割を行った時は特に、町の大きさや、家族向けの町としてのジョージタウンに与える影響。 公共事業の費用に関する心配、テキサス州法で退職者に固定されている資産税収入の低下、選挙の時の不均衡などを心配して反対の声が上がった。しかし多少の違いはあってもこの地域社会はジョージタウンの住民に歓迎され受け入れられた。例えば2008年の選挙で370人から市長選に2人が出馬したが、他に候補者はいなかった。 この二人はそれ以前に、市政委員会に選ばれてもいた。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は1135平方マイルであり、このうち陸地1123平方マイル、水域は12平方マイルで、水域率は1.05%である。軍域は、ジャレル市からジョージタウン市、ラウンドロック市をつないで南北に走る。 バルコーンズ断崖によって二つに分けられている。群中部と南部は唯一の川であるサンガブリエル川に水が集まり、北部は北側境界を作るランパセス川とリトル川に注ぐクリークがある。群東部はバルコーンズ断崖の東に広がる低いプレーリーの中にあり、海岸平原の一部である。平均標高は600フィートである。肥沃で粘土のような土壌である。 国土プレイリーであり、現在でも、綿花などの栽培や牛の飼育などのう業用地として使われているが、軍人口が拡大するにつれて、急速に開発が行われている。このプレイリーは、ウィリアムソン軍からメキシコ湾岸まで広がっており、昔からドイツ人やポーランド人など入植者によって耕されてきた歴史がある。断崖の西は、ウェスタンプレインズの延長部かつ、 高知テキサスヒルカントリーの始まりであり、平均標高は850フィートである。岩がちの地形で、石灰岩の上を薄い土壌が覆っている。歌詞、内はサボテン、などの多い丘陵性低牧地であり、カルスト地形になっている。高知では、牧畜も行われているが、うねりのある地形、景観、鉱材樹木、豊富な野生生物及び河川があるゆえに、 むしろ住宅開発の対象になってきた。同様な理由で昔はインディアンも宿営地に使っていた。テキサスヒルカントリー地域は多孔室の岩が特徴であり、雨水がゆるりと地下に浸透してエドワーズ大水槽を満たしている。このために開発が制限されており、アメリカ合衆国魚類や生成物局がいくつかの絶滅危惧種を保護している。軍内の幹線道である。 週刊高速道路35号線がこの断層に沿って走っており、東西の2つの地域を分ける形になっている。バルコーンズ峡谷国国立野生生物保護区がオースティン市の北西、テキサスヒルカントリーの中にあり、ウィリアムソン軍の西部が入っている。1992年に指定され、気泡アメリカムシクイアスグロモズモドキという2つの絶滅危惧種を保存し、 他にも多くの野生生物を保護している。オースティン市にはバルコーンズ峡谷保護区という似たような名前の保護区がある。ヒルカントリーに見られる植生としては、種々の多く、ニレ、アッシュジュニッパーがある。絶滅危惧種の鳥はこれら植生の連続性に依存している。エドワーズ高原で映像しており、アメリカ虫食いはもっぱらここだけである。軍内には五種の絶滅危惧種がいる。 二種の鳥類は蒸気の通りである。他の三種はウィリアムソン群でのみ見つかる無脊椎動物であり、群西部のホラー穴のような割れ目に住んでいる。石灰岩に穴が多く開いたカルスト地形は、週間高速道路より西には典型的なものであり、ホラー穴や陥没穴、ひび割れなどが見られる。1990年代、関連する土地所有者、個人、 不動産開発業者の一団が、アメリカ合衆国魚類野生生物局の許可 10AA を取得するために、北エドワーズ耐水槽主芸委員会を結成した。これは、軍全体で、絶滅危惧種の生息する多くのホラー穴を特定し、保護することで、種の存続を図るものである。これらの種は、偶発補足許可のない土地所有者に強制される、抑制、認可など、 自発的な手段よりも自発的な土地の提供で保存されるものである。この団体は2002年に軍に対して環境影響評価書に関わる成果を遺憾し、軍全体の許可 10A は2008年10月に取得された。土地所有者は軍保存財団を通じて申請することで、軍の許可 10A に参加することができる。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 オースティン氏は主にトラビス軍内だが、事実上、ウィリアムソン軍では最大の都市である。ソーンデールは主にミラム軍内、バートレットはウィリアムソン軍とベル軍の軍協上、シーダーパーク、レアンダー、ラウンドロックはトラビス軍内にも入っている。同様に、ジョリービル、ブラッシークリーク、セレナダもトラビス軍内に入っているが、国勢調査指定地域である。 収穫前の綿の実ウィリアムソンの19世紀と20世紀の大半は農業社会だった。テキサス州からカンザス州やミズーリ州の鉄道駅に牛を追っていくシザムトレイルがラウンドロックやジョージタウンを横切っていた。1880年代から1920年代は綿花が最大の農産物であり、ウィリアムソン軍は州内でも最大の生産軍だった。 綿花の樽を運ぶために全国的な鉄道が2本走っていた。一つはインターナショナルグレート農山鉄道であり、ミズーリーパシフィック鉄道と合併した。もう一つはミズーリーカンザステキサス鉄道だった。群島部のテイラーの町は綿花の生産と綿花の綿栗りの中心地になった。バルコーンズ断層の東では農業と落農業が行われ、西側では牧畜業が行われた。 どちらの地域も都市化が進み始めると、サービス業や小売業など近代的な事業に変わっていった。しかし今日でも地域によって牛の牧畜は主要産業であり、八島やテーラーより東では綿花が主要産物である。軍内で唯一のフル、サービスホテルであるオースティンのースマリオット。ダンスホール、食堂、重役会議室がある。 ラウンドロック市のラ・フロンテラにある今日、軍内最大の雇用主は、ラウンドロック市にあるデルコンピュータであり、約1万6000人を雇用している。小売業と医療も地域の雇用数が多く、小売業が第2位の産業になっている。ラウンドロックにあるイケアやプレミアムアウレットモールや、同じく、ラウンドロックのラ・フロンテラ複合施設が重要な商業施設である。 ジョージタウンには、ウルフランチやライバリーがある。さらに、高等教育機関として、テキサス州立大学ラウンドロック校や、オースティンコミュニティカレッジが2010年に開校した。ウィリアムソン軍の軍旗1911年に、建設された軍庁舎は新古典主義建築の一例で、ある。この軍庁舎は多様な歴史があり、1966年に、 その重要な建築要素が破壊されるなど、三度の改修と多くの修正が行われてきた。テキサス州歴史委員会の援助と保存を心がけた市民と役人によって、2006年から2007年に大補修が行われ、1911年当時の姿に戻って、軍内のランドマークに帰り咲いた。右の旗は、ウィリアムソン軍の軍旗であり、テキサス州を取り囲む星は、 クララスターンズスカーボローが1973年に表した著作ラント・オブ・グッド・ウォーターで識別した33の町を表している。1970年時点で人口20人のノーマンズ・クロッシングから1万人以上のテイラーまであった。京町の定義がわかりづらくなっているので、軍内にいくつの町があるか決めることは難しい。2004年時点では、 人口1000人以上の町が11、5000人以上の町が7ある。ウィリアムソン軍軍政委,委員会は、軍全体の統治と管理の主体である。毎年、予算の決定と税率の設定を行っている。軍道路と橋の建設と保守など、軍の事業の管理が任務である。地方政府の主体として、軍政委員会を使うのは、テキサス州など、アメリカ合衆国の州でもいくつかある。 委員会の主要機能は立法と行政である。司法権は限られた範囲でのみ執行している。軍政委員会は5人の委員で構成される。軍判事が委員会の議長であり、4年ごとに全軍を選挙区として選出される。他の4人は4つの選挙区からそれぞれ選ばれ、4年ごとに改選される。201年時点で5人とも共和党員である。ウィリアム・ソン軍は、 共和党の強い地盤である。2009年時点で民主党員の選出役人は一人だけいたが、一期を務めただけで2010年には落選した。テキサス衆議会会員では第31選挙区に属し、2010年時点で共和党員を送り出している。衆上院では第5選挙区に属し、2010年に再選された共和党員を送り出している。合衆国議員は、 第20と第52の選挙区に属し、第20区は共和党員、第52区は民主党員を送り出していたが、2010年に共和党員に敗北した。ウィリアム・ソン軍は昔は、確固とした民主党支持の軍だった。例えば1976年に55%の支持率でジミー・カーターを選び、この支持率は、 隣のトラビス軍の52%を上回っていた。1980年代初期から共和党支持に変わってきており、2004年の選挙では、ジョージ・ W ・ブッシュが68%の支持を獲得した。2008年でも、ジョン・マケインが55%、対するバラク・オバマは42%だった。投票総数も、軍の急成長を反映しており、1960年の 総数は3650票だったのに対し、2008年では15万6000票が投じられた。軍内で発行される新聞は、ラウンドロックリーダー、ウィリアムソン・カウンティさん、テイラー・デイリー・プレス、ハットーニューズ、ヒル・カントリー・ニューズ、リバティ、ヒル・インデペンデント、トリビューン・プログレスがある。2005年、コミュニティ・インパクト・ニュースペーパーが初めて軍全体の新聞になった。 オースティン・アメリカン・ステーツマンも軍内で広く読まれている。ウィリアム・ソン軍の公教育は、下記の独立教育学区が管轄している1974年の映画悪魔の生贄で使われた地。現在はレストラン1921年9月9日と10日、ハリケーンがウィリアム・ソン軍を襲った。台風の目が軍東部の小さな農村、スロールの上で止まり、 36時間に39.7インチの雨が降った。9月10日午前7時に止んだ雨で24時間雨量38.2インチ970ミ、mm、リメートルでは国内最大記録になった。州内で215人が死亡し最も被害の大きなものになっている。ガバメントノンプロフィットサイツブロックスアザーサイツ北緯30度39分20秒。 成形97度35分02秒。北緯30.65551度成形97.58390度。30.65551-97.58390。ありがとうございます。